ぬんぬん、それはないわ。ライブドアニュース、2019年8月18日。日韓間の協力の道をすべて前進させなければ。ブン・ザイトラ大統領が投稿。はぁ？スワップは、なしやで。ざっくり言うと、金大中元大統領の死去から10年となった18日。ムン・ジェイン大統領は SNS を更新した。金大中の功績を踏まえ、日韓間の協力の道をすべて前進させなければ、と強調。第2話、タイトル2話かな？金大中が日本で演説した際の歴史を恐れる真の勇気との表現を用いた。何抜かしてけつかんねん。ってやつ。これは共同通信をまとめたものです。文氏、韓日間の協力前進を、金大中氏、死去10年で、投稿。金大中って、キムデジョンって言うねんな。金大中が大統領の頃、日本の報道各社は日本語読みしてたはずやねんな。韓国系の政治家でも。でも、それが、やいのやいの言われて、朝鮮読みのカタカナになっていったような気がする。記事によりますと、韓国の金大中元大統領の死去から10年となった18日、ムンジェイン大統領は Facebook への投稿で、日韓や南北関係での金大中の功績を挙げ、朝鮮半島の恒久平和を実現する道、韓日間の協力の道を全て前進させなければならない、と強調した。ふざけんな。恒久っていうのは永久不変やって、いやもうないよ。ソウルでは首相のリー・ユオッサンが出席して追悼式典が開かれてんて。で、ムンジェインの投稿のタイトルは、歴史を恐れる真の勇気。日韓併合前の歴史を直視しなさいって思うねんけど、ちょっと汚かった時代の、一生お風呂入れへんかった時代のこととか。で、この歴史を恐れる真の勇気は、金大中が1998年日本の国会で演説した際に使った表現で、歴史を直視すべきだとのムンジェインの対日メッセージとの分析も出ている。ムンジェインが一番歴史を認識せなあかんのにちゃうんか、わーって言わなあかんと思うで。日韓基本条約とかな。まあ、北朝鮮系のスパイ言われてるおっさんやから、何を言っても話が通じないと思いますが、とりあえず、うちらは、知らん知らんしっしーって感じで、また抜かしてやがるで。世界の人に、あれはな、こういうことやね、って伝えていく、努力していったらいいんじゃないでしょうか。